教えてデッドエンドモバイルの連動番組として、はい、PSP デッドエンドオーケストラルマヌーバーズインザデッドエンド公式サイトで配信される動画番組第10回目の配信です。はい、ついに今日は苦肉の日です。苦肉の日だ。苦肉の日だ。発売日だ。おめでとうございます。発売されてるよね。もう発売、もう手元にきっと持ってる人もいるかもしれない、うん、これを聞きながらちゃんと発売されてるはずだよ。そうだよね。ドキドキしてきたね、うん、大丈夫かな、うん、ねえ、ねえ、うん、だから、うん、すなわち、うん、このデッドエンド TV も最終回なんですよね。あやあやあや、発売日だから ね、うん、今回も困ってるから恐怖の、うん、恐怖のコーナーが。そうだよ、待ってるよ。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。よし、じゃあ行っちゃおう。ということでいつものコーナー行きます。はい、運と知恵、時にはズルで切り抜けろ、デッドはエンド。エンド、パフパフ、パフパフ、なはなさよならよ。ということで簡単にルールを説明しますが、はい、今回は特別ルールです。はい、本作デッドエンドの最大の魅力となるゲームブックという要素を使いつつ、デッドエンドがどんなゲームなのかを理解してきましたが、最終回は3人全員がプレイヤーとなり、次々と起こるイベントに対処してもらいます。あ、なるほど、3人で、あ、そうか、全員でやるって前回言われたもんね。ねえ、そうだ。はい、でも見事ゲームをクリアすればこの後豪華打ち上げを開催します。このためにはあれだよね、これクリアしなきゃいけないんだよね。そうなんです。クリアできなかったらいけないってことなの？そうです。え、残念ながらゲームをクリアできなかった場合は、うん、収録後そのまま解散となります。え、罰ゲームにさ打ち上げを持ってくるの初めてなんだけど、そういうのある？そうだよね、そういうのある。だってガチですって言われたもん、ね、言われたもんね。で、うん、はだよ、気合を入れていきますよ。イエーイ、打ち上げを目指して全員で最後のチャレンジです。それでは、うん、デッドエンドは皆さんよくご存知のアルケミストから発売されます、うんうん、ではそのアルケミストから発売された作品名を各自一つずつお答えください。どうだ。はい、はい、デッドエンドのポスターの裏に書いてあるツインエンジェル、怪盗天使ツインエンジェルだね。はい、怪盗天使エマ、正式名称、あ、じゃあ置いといてからのからのギャルガン。男の子や豪華男性声優さんが出てくる
してきましたので、すっかり息も合ってきたことと思います、うん、では皆さんが思い浮かべる秋の味覚とは何ですか。せーのの声に合わせて大きな声で発表してください。あれしかないよ、あれしかないよね、あれしかないでしょ。もう息合ってるから、せーの、クラッタケ。待って一人ずつ行こう。辰巳松茸って言った。大亀さんま、うちだくり。ちょっと本当すいません、本当すいません、誰も、ごめんなさい、すいませんでした。ダメだった、ダメだった。全部私たち最後の罰ゲーム。打ち上げいけるの。いけない。いきます、揃わなかった人は倍は105へ進んでください。どうなるんだろう、どうなるんだろう、ちょっと怖いよ。ほら最後が良ければ終わりよし、あれ終わり良ければ全てよし。そう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 、それそれそれ。ちょっと難しい言葉だ。はい、あ、不正解だったので3人で山手線ゲームをプレイして5周クリアを目指してください。お題はテレビアニメのタイトル。オッケー、いけるいける、いける。じゃあゆっこから始まる。イエーイ、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ。ドラえもん、セーラームーン、クレヨンしんちゃん、ちびまる子ちゃん、スラムダンク、キスシス、サザエさん、不思議遊戯、ワンピース、レギオス、ハンターハンター、電報の通信男、光の号、三つの萌え、シャーマンキング、成功のクエサー。おー自分の言っていいの。いやいやいや、こら、ドキドキできるのツインエンジェル。終わり。教えてデッドエンド TV は声優グランプリ V で配信されているが、教えてデッドエンドモバイルとの連動番組でした、うん、さてでは現在月刊声優グランプリで連載されているコーナーを各自一つずつ挙げてください、うん、じゃあ一人ずつ、はい、挙手制、せーの、はい、どうし、なんだこれ。じゃあいいよ、カメちゃんから。はい、じゃあ私も出たことがあるコスプレスタジオ。あの、徳さん、ちゃんとした正式名称ですか？正式名称？え？あのね、あ、あの、あれだ、ラジオ、ラジオ、ラジオ探検隊みたいな。あ、あ、別紙ですか？別の雑誌ですか？すいませんでした。すいませんでした。シュークリームね、うん、私あれだ、砂糖錦、砂糖錦、
ちゃう、うん、そうそう、あと2つだよ、あと1個覚えてるよ、あと1個だ、はい、ゴディバのこういう、うん、あの冷たいチョコレートデザート、デザートケーキ、あーパーフェクト、パーフェクト、やったー、すごい、私たちこれに関する記憶やばいね、わ、うん、ーい、ということで正解です、はい、正解の場合は999へ進んでください、すごい、あなたたちは見事戦いに勝利しました、豪華な打ち上げを開催しましょう、やったー、やばい、こんな嬉しいもんなんだね、やったー、ね、3人で戦って楽しいね、3人でやるって楽しいね、やっぱり3人っていいね、いいいいいい、仲間っていいね、ここでここでわー、ということで私たち見事クリアしましたので、はい、豪華な打ち上げをゲットしました、ゲット、ゲットゲット、イエーイ、はーい、やったね、やったね、楽しみだね、じゃあこの後、うん、みんなもうすぐ帰る支度して打ち上げ行こう、そうだね、はい、よしよし、エンディングさっさと撮っちゃおう、ひどい、はい、ということで以上、はい、デッドエンドのコーナーでした、はい、寂しいですがデッドエンド TV 本当の本当におしまいの時間です、寂しいね、本当に終わっちゃうんだね、そうだね、さっきすごい盛り上がったけど、そうそうそう、ね、終わるんだって思ったらちょっと ねしみりしたよね、まあね、その3人アニメ声という番組から、うん、まあ、3人でやらせてもらってて、今回再集結してまたこうやって番組を皆さんにお届けすることができたんですけれども、はい、まあちょっと一人ずつなんか感想なんかを言っていきたいなと思います、はい、はい、すごい懐かしい思いもありながらこうやって3人やらせてもらったんですけど、やっぱりあの1年間一緒にやってきた分もあって、こう最初から距離が近い感じでね、なんか楽しく、まあ、時にはちょっとこう戦いあったところもありましたが、それもこうデッドエンドらしい、ところだったんじゃないのかなと思います。ゲームの方も発売されて今プレイしながら、とかこれからプレイするよって方もたくさんいると思うんですが、ぜひいっぱい遊んでください。デッドエンド TV を10回、見ていただきまして本当にありがとうございました。本当に、萌えの3人でやれてこの話をいただいてすごく嬉しかったです。で、まあ、ちょっと成長した、まあ、成長してない私たちをお届けできたかなっていうふうに思います。でこのデッドエンドなんですけれども、この収録するにつれてすごく本当に楽しそうな、本当奥が深い作品だなっていうふうに思いましたので、まあキャストさんも豪華ですし、男性の方も女性の方も多分楽しんでいただける作品だと思いますので、ぜひぜひ今お手元にあるかと思います、ぜひぜひ、プレイしてみてください、ありがとう。そうですね、私最年長、まあ一つしか違わないんですけど、そう、一応年上だから頑張ってまとめなきゃいけないなとか思いつつも、肝心なところでいつも2人にフォローしてもらってね、ほんと3人だからどうにか支えてもらって、今回もちょっとこうね仕切る、うん、役割だったんですけど、2人のおかげでどうにか10回やってこれました。おいしいものもねいっぱい食べられて幸せでした、ありがとうございました。そしてこのデッドエンドですが、本当に私こういう PA のゲームにこうやって役割で出させていただいたのが初めてだったので、すごく楽しみにしていて、すごく楽しかったので、自分でも今からやるのがすごい楽しみです。皆さんもぜひ楽しんでやってください。はい、それにその一言につきます、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで本当にはそろそろおしまいのお時間になりました。またどこかで私たち3人このお会いできることを楽しみに、ここら辺でおしまいです。はい、ということでデッドエンド TV 終了です。またどこかでお会いしましょうね。